はい、どうも始まりました。うさずず探検隊です。ということでね、今日はね、イルワームのこちらにね、入った床材をね、交換していこうと思います。まあ、交換するっていうか、こっちのね、床材の中にも卵がある程度産んであるので、成虫を分けて、こちらにね、入れていくという作業になります。はい、じゃあやっていきましょう。はい、こんな感じです。はい、じゃあね、とりあえず木をね、剥がしていこう。この木はね、そのまま使おうと思います。おい。すごいな。すごい中までね、掘っちゃってますね。分かったことなんですけど、ミルワームね、案外臭いんですよね、この成虫の匂いは。なんか危険時になんか出すんかな。はい、こんな感じでね、全部ね、一応分けられました。で、こちらはね、第三世代としてね、新しい、ケースに入れていきます。いるかな？ちょっとチェックしてみましょうね。あ、いますね。ちっちゃいミルワーム。ピントが合わないかな、ちっちゃいミルワームが生まれてます。なんで多分こっからはね、また勝手に生まれてくる感じだと思います。はい、じゃあこれはね、また、蓋をして置いていこうと思います。穴開けてね、これに。第三世代です。はい、じゃあね、こいつらはね、まだまだ多分卵を産んでくれるので、こちらにね、パン粉を入れて。この木はもう限界な気がするな。すごい軽くなっちゃってて。中にね、入っちゃったやつはもう出てこないっすね。おい。
回入れて、銀の木なんでね、入れていこうと思います。はい、リオチュードスかな、ミルアーム、これ別で別枠で育てようか。もう多分サナギになると思うんで、ちょっと別枠で育ててもいいかなと思いました。ちょっとじゃあこちらのうずらの餌の床材を敷いて、もったいねえな、もうデザーが。ちょっともったいないですけどね、この。はい、じゃあね、このもうちょっとで多分おそらくさなぎになるこいつらをこのうずらの床材の上で育てていこうと思います。でこれも後でちょっと穴開けます。はい、じゃあこんな感じでね、一番最初に買ってきた成虫、そして新たに購入したミルアームの幼虫、そして生まれた第三世代のねミルアームのケースが出来上がりました。今ねこちらにね第一世代と第二世代もあるので、引き続きミルアームの飼育やっていこうと思います。ということでね、今日はね、ウサイズ探検隊、ミルアームのね、床材の交換というね、動画となりました。これからもミルアームの動画を上げていこうと思うので、よろしければ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね、以上、ウサイズ探検隊でした。ご視聴ありがとうございました。